質問しだった歌唱力向上委員会はワンオクロックのデュージョンのミュージックビデオにリアクションいってみたいと思います。わらべおしらです、イエーイ。というわけでですね、大木将軍わらべおしら、本日も血湧き肉踊る歌の解説期待していますよ。ほほほほほ。で、なんで大木将軍がね出しゃばってきたかと言いますと、ごめんなさい私が出しゃばってるのか、むしろこちらですね、キングダム大将軍の帰還、キングダムの映画シリーズの4番目の映画の主題歌となっております。ちなみに1番目がウェイステッドナイツね。ワンオク久々の主題歌担当会で、大将軍の帰還とともにワンオクも帰還したって、そういう感じなんですけれども、まあ何を隠そう、漫画全部読んでる、アニメ全部見てる、映画全部見てる、ヤンジャンで読んでる、キングダム展とかね、沖縄にこの間来てたんですけど、キングダム展が、キングダム展とか行っちゃうから、キングダムが大好きおしらさん、わらべおしらなので、今日も張り切って歌の解説リアクションいってみたいと思います。本日の音楽のレッスンスタート、参ります。この曲はね、入りからねリズムをちゃんと捉えたいんだよね。ドラム聴いてよく。前に1回止めます。トモヤさんのドラムが輝き続けるのがこのディリジョンなんですけれども、あのですね、まあ、ちょっと私ボイストレーナーなんで、この曲を歌おうと思った時に大切なこととかも伝えていくし、この曲の歌詞の意味とか、まあ、そういうのも一緒に考えていきたいしってことで、ちょっと話がひっちゃかめっちゃかになるんですけど、ついてきてください。まずはリズム、これさ、基本的にはまあ4拍子なんですけど、4の中が3の塊になってるの分かるかな。1、2、3、4、これいいんですけど、2、3、4って感じで、1、2、3、1、2、3が真ん中にこう中に含まれてる、1、2、3、4ね、わかる、1、2、3、4って大きい流れの中にこの3の細かいやつがいっぱい含まれてるようなリズムです。これが捉えられないと、この後のタカの歌に全くついていけなくなるんで、ちょっと気をつけてください。あ、ボイストレーナーやってる、いいね。いくよ。かっこいい。うわーというわけでですね、もうここだけでも歌おうとしたら大変だと思うんですけれども、まずワンポイント、これさ、The Conquerorsifi Divine のさ、デイルの LL とかは、その発音上は存在するんですけど、音楽のリズム的には言ってると間に合わないので、日本人の方々、英語が母国語じゃない方々は、もうほぼ言わないつもりでいいと思います。The Conquerors、OK、聞いて。The Conquerors。聞こえるかな、 No one の No の前に鼻から息を吐いてるのは No one will じゃなくて No one, No one will listen to you, listen to you の listen の理に Le が何が入ってますね。ちょ、もう一回聞いてみようか。 No one will listen to you、yeah. もう一個ポイント、 We gotta stand upWe gotta stand up. アップのプで、はっって音を止めたら、stand up って伸ばさない。stand up and draw a line. It's time to fall back for you. で、ここさ、it's time to fall back. ちょっとさ、後ろにリズムがなんか流れ落ちるの分かるから、it's time to fall back. It's time to fall. It's time to fall back for you.で、サビに入ってくんですけど、 They conquer us if we divide. うちらが仲間割れしてたら、分裂してたら、奴らに征服されてしまう。 conquer us. No one will listen to you. あんたの言うこと、お前、私たちの言うことなんて誰も聞いてくれなくなってしまう。そしたら We gotta stand up and draw a line. もう今こそ立ち上がるときと、そして draw a line っていうのは、おそらくこうなんか拒否を示すというか、立場を明確にするというか、なんか No! みたいな、そういう感じだと思うね。 It's time to fall back. もうなんかもう諦めるか、シュートはパーンのシュートだから、もう戦うかやめるか、もう今がその時だみたいな、そういう歌詞なんじゃないかなと思います。ちょっと10年前ぐらいの過去の栄光なんですけど、一応 TOEIC 800点ぐらいの日本で育った日本人の英語解説ぐらいに思っといてください。なんか間違ってたらごめんなさい。続きサビ行ってみよう。はい、高いんだよここ。 OK! さあ、この曲のサビマジで高いんですけど、 Why does it feel? これさ、ラなんですけど、イの母音でラの音でビブラートかかってるの分かりますか？ Why does it feel?
で綱渡り、私もうバランス崩しそうで、これはラの音じゃんか。でもっと高い音いくらでも出てくるんですけど、ここがさ、これさ、上連打の音なのね。Why does it feel like they don't feel anything? もうなんで彼らはさ、何も感じない、感じてないように私は思うんだけど、それはなんでだろう。 I pray there's a future behind those walls. そのさ、壁の向こうに、なんかこう困難の、まあ、多分困難の例えだと思うんですけど、ウォールズ、壁っていうのは、困難の向こうに、こうなんか未来がね、広がってるって私は祈ってる。でも、maybe I'm delusional。だからさ、その未来が広がってるって信じてる私こそが、そのまあ妄想的だ、みたいなことですね。続きの歌詞見ていきましょう。Let's make a deal. Let's make a deal. Hey!ちょっとさ、まあ、サビはもう一回出てくるので、ちょっと歌い方はそっちで触れるとして、ちょっと歌詞見ていきましょう。Let's make a deal. ちょっと取引しようぜみたいな、約束しようぜみたいな、そういうニュアンスだと思うんですけど、Pretend this bastard democracy is just how we want it, and we are not exhausted. ここの英語ちょっと難しくて、少し自信ないんですけど、Pretend 何とかのふりをしろ。This bastard democracy, このクソみたいな民主主義こそが、うちらが欲しかったものだ。っていうふりをしようぜ。そして we are not exhausted. 疲れ果ててないうちらはまだまだ元気でやれちゃうぜっていうふりをしようぜ。Let's make a deal. で、タカは言ってんのね。これ、まあ、ふりをしようぜってことは逆に言えばどういうことかっていうと、このクソみたいな民主主義、まあ今の世の中ですね。まあ日本のことなのか世界のことなのかわかりませんが、は、うちらが望んだものじゃないし、うちらはもうほんと疲れ果ててうんざりしてるんだけど、そうじゃないふりをしようぜ。って言ってるわけ。なぜなら、maybe I'm delusional って言ってるわけじゃん。なんだろう、この曲のロックンロールっていうのはさ、もう今すぐ全部ぶち壊して、体制ぶっ壊して、もう自由をつかもうぜ、イエーっていうような感じっていうよりは、まださ、その信念、この壁の向こうに未来があるっていう信念は、ちょっとお前らこそが妄想だって言われちゃうぐらい、ちょっとなんだろう、少数派というか、まだこう、ドカーンといけるような状況じゃないから、心の中の炎を絶やすな、っていうような、そういうようなメッセージ感に聞こえるんですけど、どうなんでしょうね。ちょっとボイストレーナーの息を出た解説をしてしまいました。次行ってみましょう。ここはさ、特にさ、リズムさ、タカタタタ、うん、タカタタタ、タカタ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 ってリズムを取れないと、ここ英語も早いし難しいんですけど、Every Talking Head、Talking Head っていうのはなんかちょっと、直訳が難しいんですけど、テレビの中に出てくるこうなんか、人上半身でこうなんか、だからさ、テレビの 中から語りかけてくるような人たちっていうのは、お前らを信じ込ませようとする Believe them, expect you to believe them, but we don't need them, そんな奴ら必要ないんだ、うちらこそが We are the Kingdom, Kingdom なんだって言って、ここでようやく Kingdom というね、ワードが映画のワードが出てくるわけでございますね。はい、リブラート。ここもさ、 Let's make a じゃなくてさ、 Let's make a タッタッタ Let's make a Let's make a ってこのタッカタッカタッカって感じがこう大切にしてほしいな。タカだけにタカ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 、もう今日何回タカって言うでしょうね、私は。はい、でこの後のバスタードのバッバッ B の発音よく聞いて、タタタタベスでバッバッバッ、こんぐらいバイスです。あのビートボックスのプップップップ、こんぐらいもうクソみたいなみたいな、バスタードデモクラシーデマで、これデモクラシーじゃなくてさ、対象デモクラシーじゃなくて、デン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 で M でで、こうパワー落ちて、今なんか鼓膜破けそうだ。デモクラシーちょっと聞いて、 Let's make a deal. Let's make a OK、デモクラシー高みたいな感じかな。こう語尾みたいな感じで動いてるから気をつけてくださいね。これフェイクかかってますからね。バスタードデモクラシー、 OK。 OK じゃないよこれ。あー、ここのさ、 I know
no no。 でこのさ語尾で息を吐いてリズム作ったっていう作ったリズムのまま In order to be free you gotta OK In order to be free In order to be free you gotta タッカ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 タッここに全部はめていく感じ In order to be free you gotta OK?Okay? はあ、ここの緩急えぐいね。Fair in love and everything's fair。ここだけさ、また後ろになだれ込むようなリズムね。Everything's fair in love, love でめちゃめちゃウィスパーになるじゃんで、Wow。わーわーそうわーそうわーそうラブで柔らかくしてわーそうここでくるくるくるって音入ってるわけねわーそうイエーイなんかさ、ここら辺のコツとかないかな高い声出すコツとかそれは私が言うんだよねこれだけで例出たら苦労しないんですけどあの、ね、下の位置はね、結構高く保った方がいいと思いますよダーザーってこう、ダーってやると絶対に出ないので I present the future チャーの時に結構さ、舌がぐーって盛り上がるぐらいこう、まあ、喉の奥狭くなっちゃうんですけど喉は閉めずに喉の奥だけこう狭くなるような感じが必要かなと思いますはい、なんかさ、もうこの曲におけるデリュージョナルっていう言葉の意味なんですけど、まあ、妄想的だ、妄想だ、私たちの未来なんか妄想だ、最悪だ、みたいな、そういうネガティブな意味じゃないと思うんだよね。なんかさ、まあ、ちょっとキングダムの話に戻るんですけど、わらべしんくん、主人公のしんくんはさ、下僕、奴隷の身分から、もう大将軍まで行くんだって言ってるわけでしょ。で、王様もさ、衛星さんもさ、もう中華を統一するんだって言ってさ、もう夢みたいなこと言ってるわけですよ。ほんとバカじゃねえ、バカバカしい。そんな誰が信じるかよってことを言ってるわけですね。でも、心の中には信念を持っているわけ。俺はこうなるんだ、こういう世界にするんだっていう理想を持ってるわけ、彼らっていうのは。で、まあ、そういう意味で見ても、まあ今の世の中もさ、こうなんか理想はあれどさ、やっぱそれを実現するっていうのはさ、一人の力だとすごく難しいんですよ。こう、どんだけ強いこと言っても、どんだけビッグマウス言っても、何かを変えるっていうのはすごく難しくて、ほんのお前らの妄想だって言われてもおかしくない。自分でもそうやって思ってしまうような世の中なわけじゃないですか。それはもうキングダムの世界でも現代の世界でもそうで、だからこのディルイジョナルっていうのは、卑屈な感じっていうのがちょっとエッセンスとして混じりつつも、でもやっぱこう、内側に炎を燃やしとけみたいな、っていうそんな狂った理想を持ってる人の歌なんじゃないかな。狂った理想を持っとけよっていう、そういうような意味を含んだ歌なんじゃないかなと私は思っております。なんかコメント欄で教えてください。違うよって人がいたらありがとうございます。今回のキングダム大将軍の期間は本当に私はもうずっと嗚咽して泣いてたので、ちょっとネタバレとかしませんが、もうアニメ見てる人も、漫画読んでる人も、何も知らない人も、ぜひご覧くださいます、劇場で。ってところでまた次の動画でお会いしましょう。待って。大木将軍、今日もありがとうございました。また次の動画で、戦でお会いしましょう。ほほほほ。